石原さん、はい、初めてこう相澤さんとお会いした時の印象どうでした？これも正直言っていいのかな、これは放送できるかな、本当にこうまあ元気な男らしい子が入ってきたっていう印象はすごく残ってますね。元気っていうのはまあもちろん見た目も動きもまあ最近オフになるとよく入団会見のね映像が流れたりするよね、はい、まあ、あの制服を見てもらえたら分かるよ印象はそういう印象俺は。なるほど。いやあれ清掃でしたからね、僕らいやあれが清掃だったらやばいよそうですね、まあまあ、若気の至りというか、まあ、そういうのもあったっすね昔は、はい、なんか学生服着とったもんな、なんか生地が足りなかったのかどうか分かんないけどすごくね、あの寒さでちょっと短くなったのか分かんないけどそうですね、急に体大きくなって、はい、竹がちょっと足んなくなってきたんですね、はい、髪の毛もな、頑張って昨日黒くしましたができずに茶色いままだったっていういや真面目ね、真面目そうで、まあ、進学校出てますんで、はいいやでも本当に元気な子だなっていうイメージはあった。そうですね。でお二人が実際その相澤さんカープに入られて初めてお会いしたのはいつで どこでお会いされたんですか？一番最初で合同自主トレじゃない？そうですね、合同自主トレが一番最初ですかね、はい、どうでしたか初めて？いやー石原さんは怖いイメージしかなかったですからね、やっぱ雰囲気もありましたし、やっぱり一軍でずっと活躍されてる方だったので、すごい怖い雰囲気もあったんですけど、あ、テレビで見てる人だっていうそのオーラというか、そういうのはすごくはっきり覚えてますね、はい、キャッチャーの新しい選手が入ってくるとやっぱりこう気になってた感じですか？どうですか？でも、まあ、申し訳ないけど、なんて言うんだろうな、こうあまり練習は一緒にやらなかったね、そうですね、合同自主トレって、はい、だからキャンプもアツは2軍からだったよね。はい、2軍からだった。だからあまりそのプレーでとかそういう印象はあんまり残ってないのよ。だから見た目だけの印象が強烈なインパクトがあったから、その印象は残ってる。そうですね本当にね、もうあれはもう消してもらいたいですねあれもずっと流すから、そうです、ね、今も多分出とるかもしれないし、ここ切ってくださいお互いのすごいところを一つ挙げるなら、まず石原さんから。はい、すごいとこね、すごいとこはこれだと思ったらずっと貫き通す、ぶれない、自分の考えをこうちゃんと持って、プレーもそうだし、まあ、私生活もそうだし、そのブレないっていうのはすごい難しいことだと思う、はい、だそれをできるのは本当すごいことだと思う、はい、うん、俺の何かある、俺の石さん一つじゃ足らないな、いい言い方するね、はい、観察力、うん、うわやっぱり喋っていてもお話しさせていただいててもやっぱりいろんな人のその行動言動っていうのを見てるんだなという、やっぱ観察力は本当に僕も勉強させてもらったかなと思いますね、はい、俺見るのが好きだったね、はい、あこの人今何やってんのだろうとか何考えてんのだろうとか、はい、見るのがもともと好きだから、そういうのはあんまり、ね、意識してやったとか、まあ、多少あるけどそんなになかったよね。自然とこうそういうのはやってたかなって今振り返ったらあるよね。そうっすね。そういうのは石さん教わったんですか？言われたことはある。大学とかぐらいに監督がもう何でもいいから見とけと、はい、今この子何思ってんだろうなとか、あ今どういう行動したとか、ピッチャーの仕草は見とけって言われた記憶はある。あそうっすよね、うん、だからよくそのバッターの仕草も、見なさい、ファールの仕方をよく見なさいっていうのをすごく
一さんには教わったかなっていうのはすごい頭の中あるんですよね、うん、やっぱりその打者の観察、あとはその先ほども言われましたけど、やっぱピッチャーの観察っていうのも大事にしなさいっていうのをすごく教わった気がしますね、はい、見てたら楽しいよ、なんかそうですね、うわこれお前何してんのみたいなのもあるしあこう見かけによらずすごくちゃんとしてるんだなとか、そうです、ね、いろんな子がいるから見てたらもう楽しさはまあキャッチャーにしか分かんないと思うけど、はい、俺は楽しかったね、はい、それはありますね、はい、カープでさ、はい、まあ、アツからしたら俺はどんな存在だった、あどんな存在もう正直にでいい、正直ですか、うん、どうですかね、まあ、一番最初はやっぱりこうライバル的な存在、うん、まあ、ライバルっていうのもおこがましいんですけど、やっぱり試合に出るには石原さんに勝たなくちゃいけない、そこはまず最初には思ってたんですけど、けど僕はやっぱり今レギュラーに出てる人の真似をすればレギュラーに近づくんじゃないかなっていう、その考え方を変えて、で石原さんに2010何年ですかね、3年4年ぐらいにご飯連れてってキャンプの時に、キャンプね、はい、あの時にこうからっすよね、石原さんとよくご飯連れてってもらって、もう技術面、まあ配球面、その野球に対する姿勢とか、なんかそういうのをすごい教わったんで、まあ、師匠って言ったらなんかあれなんですけど、なんて言ったんですか、まあ、欠かせない、僕が今ある程度こう一軍で、試合に出続けられてるのは石原さんのおかげかなという、うん、まあ、かけがえのない存在でしたね、はい、俺はね、まあ、一言で言うならもう弟、あ、うん、もうその言葉がすっぽりそのままハマると思う。あ、そうですか。やっぱり若い頃から見ててこう怪我もあったじゃん、そうですね、手術して、はい、で一軍に上がってきてもこう、まあ、いい時もあれば悪い時もあるし、こ うまく定着することがまだできなかった時はすごい苦しいんだと思うし、ね、こうでもすごく頑張ってるって、あの練習してるとかはすごく伝わって、カープが強くなるためには圧の存在が絶対必要だと思ってたから、もうそこからね、あの俺ももちろん圧に勝たないと試合にも出れないし、まあ、圧だけじゃないし他のキャッチャーにも勝たないと出れないし、それはあんまり俺思ってなかったんです、うん、本当にこう自分が出て頑張れば成績がついてくるし、圧が出た時も本当にあ頑張れ頑張れって、もうなんていうかな、弟なんか身内みたいな、そんな存在だったよ。まあ可愛いかどうかはね、見た目の問題もあるからさ、それは別として、まあ本当可愛い弟って感じよね。ありがとうございます。あライバルからだからライバルっていうしか俺本当なかった。圧、うん、が頑張れば僕も頑張らないとダメだっていう気持ちがあったから、はい、ただこうよく若い頃ってさ、あの配球はダメだとかやっぱり言われるじゃん。そうですね、うん、でもそこであんまりブレずにさ、さっきも言ったじゃん、はい、ブレずに貫き通したからこそ今の圧の立場っていうものがあると思うね俺。だからそっからかな、その16年に優勝して、うん、その前もう2年ぐらい前ぐらいかな、そうですね、もう試合出てたじゃん一軍で、はい、だからその辺からもう、あこの子は一本筋が通って大丈夫だって思ってたよ俺は、はい、そうですね、ありがたいですね。まあ19年間カープで野球やらせてもらって、はい、まあ、その中でやっぱり、今いる後輩の中で一番時間を俺多分アツとは過ごしてると思うね。その中で嬉しいこともあったし悔しいこともあったし、それを一緒に共有できて、でましてや優勝っていう形でね、経験もさせてもらって、まあ人生カープの
思い出の中でやっぱりアツっていうのは俺の中では欠かせない存在、まあ喋る語る中でも絶対欠かせない存在っていう人間関係をこう築けたっていうのは、アツと出会えたっていうのはもう俺は感謝でしかないから、ね、これから今度はアツが引っ張っていかないといけない立場になるし、まあ引っ張っていかなくてもそんなにね、こう肩に力入れなくても元からそういうことができる子なんだから、リラックスして逆にやってほしいと思うよね。はい、ありがとうございます。また泣いちゃうよねこういうの本当にいやだからもう、なんかそういうなんていうんですかね、やっぱりこう野球じゃない、野球してる時じゃない遠征先とか時でもよくご飯連れてって、いただいて、そこで野球の話して、でまた僕が困ったらすぐ相談するのが石原さんだったんで、うん、なんていうんですかね、もう言葉じゃなかなか表せられないんですよね。それお互いでは分かってるんだよね、はい、だからそれを言葉に出せって言ったらこう難しいわ。そうですね、難しいですね。もちろん照れとかもあるし、はい、こう2人の中でこう他にはない空間っていうものはあると思うね。そうですね、だから全部言わなくても分かるっていう感じじゃない。はい、まあ、こう、もう最後の方はなんていうんですかね、もう聞かなくてもなんか見て、一さんのその技術とか、あ今こうやってんだろうなとか、あ一さん今これ意識してんだろうなとか、キャッチボールのその姿だったりとか見てても、あこういうこと意識されてんだろうなっていうのがなんかもう聞かなくてももうなんか僕の中で分かるようになってきてて、あじゃあこれ真似してみようとかっていうのはすごくありましたし、なんかこう改めてこういう対談してみるとなんか恥ずかしいですよね。まあ、分かる分かるだから言葉になんか表せないっていうのは分かってると思うんですけど、なかなかこうけど、まあ、僕はもう感謝しかないので石原さんに対しては。いや本当にね、今こうやって対談して喋る難しいじゃん、それが凝縮されているのが引退試合で花を持ってきてくれた気持ちだと、だから分かりやすく言えばね、多分そう、俺はこうあの場面というのは一生忘れることができないから、もうそれが全てだと思うね。ですね。じゃあこれちょっと一さんにプレゼントということで。いいの？これからゴルフもたくさんやられると思うので、なくさないように。いいの？ OB 打たないように。これ足りるかな俺足りるかな中をこれね、そうきたね。これなくされるとすぐ分かった。これね、見てください。これ引退の時にこの T シャツを作っていただいて、その顔です。原型がないでしょ、ほとんど。これを俺 OB 打ったらバレるじゃん。あ、これありがとう。俺はもうここを当たるようにして打ってみるわ一回。そうですね。まっすぐ行くかもしれない。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。